以前デグーのピーちゃんのケージに取り付けてあげたこちらの回し車なんですけど、この中で回し車回しながらデグーのピーちゃんはおしっこをしちゃうんですね。でその結果尻尾の裏側が黒くなってきたんですよ。あと足の裏ね、どうしてもおしっこが溜まってるところで回し車を回すから汚れちゃうんですよね。でその対策として毎日この中を拭いてあげてたんですけど、それでもねおしっこたくさんするから間に合わないんですよね。で今回なんですけど、視聴者さんからプレゼントでいただいたこちらの回し車、これを取り付けてみたいと思います。この回し車の特徴はこの部分が網になっているんですよね。以前ピーちゃんの回し車はメッシュタイプだったんですけど、その時はこの網の部分からおしっこが下に垂れるので溜まることがなくて、尻尾の後ろと足の裏が汚れることはなかったんですね。で今回これ視聴者さんからいただいたものなんですけど、ただこれの心配なところはこの網の部分がプラスチックなんですよね。だからピーちゃんがねこのプラスチックをかじって壊さなければいいんだけどっていうのがちょっと懸念点ですね。それ以外は全然問題のない回し車だと思うので、一旦取り付けて様子を見てみたいと思います。ピーちゃんごめんね、取り付けるよ。ピーちゃん、こういうことかな。あ、いい感じだね。これで回るのかな。お、あ、回る回る回る。あ、しかもめちゃくちゃ静かだねこれ。全然音しない、無音だ。ただわかんないんだよね、これでピーちゃんが回った時に音が出るかどうかなんだよね。じゃあピーちゃんが回してくれるまで待ちたいと思います。すごいねこれ、めちゃくちゃ静か。全然ピーちゃん回してる音が聞こえない。まあ、若干カサカサ言ってるぐらいですね。すごっ、サイレントホイール以上にサイレントだねこれは。手でこうやって回した時に若干重みがあるからピーちゃん回せるかどうか心配だったんですけど、全然大丈夫そうですね。まあ、今のところ見てる感じだと
プラスチックも全然かじらないから問題ないかな。これでちょっとね、今すぐどうこうっていう判断はできないので、これから1ヶ月間ぐらいピーちゃんに使ってもらって様子を見ていきたいと思います。今のところすごいいい商品ですね。これくださった視聴者さん、ありがとうございます。これでピーちゃんの尻尾の汚れと足の汚れがきれいになるといいんだけどね。